海地が保有しているイージス艦のマヤと、ハグロの迎撃試験が、ハワイ沖で行われました。今回の迎撃試験ですが、新しい迎撃ミサイルシステムを搭載した試験でした。2艦とも、この迎撃試験に成功したという情報が入ってきました。今回は、このイージス艦マヤと、ハグロについて見ていきたいと思います。ちなみに、マヤは、兵庫県のマヤ山、ハグロは、山形県のハグロ山に由来する名前ではないかと思われます。時間が経つのは早いもので、ロシアのウクライナ侵攻に、連日世界中が大騒ぎした2022年も、半年以上が過ぎました。ヨーロッパの西方での戦争もありましたが、しかも現在も継続中、日本にとっても、北朝鮮のミサイルの多数発射に脅かされた年でもありました。北朝鮮は、さらに、韓国とアメリカの合同軍事演習を行った2022年秋から、各種の弾道弾や巡航ミサイル発射を活発化させたことは、ニュースで嫌というほど報じられましたね。結果として、北朝鮮は、これまでで、最も多い発射数を更新する事態になったのです。アメリカが、大型原子力航空母艦ロナルド・レーガンなど空母打撃群まで、朝鮮半島の軍事演習に投入したのは、2017年以後初めてのことでした。5年ぶりということになりますね。理由は、北朝鮮の核実験再開の可能性を危惧し、牽制するためと言われています。2022年11月時点では、北朝鮮が核実験を再開するまでには、至ってはいませんが、アメリカや韓国が合同軍事演習を行ったことで、北朝鮮の動きを牽制できたのかと考えると、正直言って、微妙なところで、反発した北朝鮮が、ミサイル発射を促進したという、いわば逆効果だったのではないかという感じすら受けます。だからといって、アメリカや韓国の合同軍事演習を無駄だったと、非難しているわけではありません。ロシアから、ミサイル技術の取得を受けた北朝鮮は、その戦力を、これまで以上に、威嚇に向ける姿勢を強めてきたと、判断すべきという意味です。日本にとって、北朝鮮という国は、通常戦力での戦闘が想定される相手ではありませんが、ミサイル開発と発射を行っている代物には、核弾頭が搭載可能ですし、その飛行精度に問題があるので、思いがけない事故が発生する可能性も考えられるのです。例えば、日本列島を飛び越す予定で発射したミサイルが、日本列島に落ちるということも、最悪な想像ですが、せざるを得ないのです。こういった状況下での日本のミサイル防衛について振り返ってみますね。2020年6月、陸上配備型イージスアショアですが、ブースターの落下コントロールができないという大変な問題が浮上し、導入が中止されることになりました。この件については、配備先とされた地元に、ろくな説明もせず、勝手に配備先と決めたということで、反発が大きかったというニュースを覚えている方も多いでしょう。誠意のない防衛省と政府のせいで、導入が中止されたイージスアショアに代わって配備されることになったのが、同兵器のレーダー等をそのまま流用するイージスシステム搭載艦2隻でした。この艦についても、一時、相当な巨大艦になると報じられたため、物議を醸したのです。物議を醸した巨大艦イージスシステム搭載艦についても、原案は撤回されました。現在あるイージス護衛艦などと、同様な規模で新造する方向で決着したことによって、ある種安堵感を漂わせたとも言えましょう。現在、海上自衛隊は、イージス護衛艦として就役した順番で混合型4隻、
アタゴ型2隻、最新鋭マヤ型2隻、合計で8隻の艦艇を保有、運用している状態です。これら艦の中で、マヤ型のネームシップで、1番艦のマヤと2番艦のハグロが、2022年11月16日から21日にかけて、太平洋ハワイのカウアイ島沖合で、弾道弾迎撃用の SM-3 ミサイルの発射テストを行い、無事に成功したというニュースが報じられました。そもそも、海上自衛隊のイージス護衛艦2隻が揃って、こうした迎撃用の SM-3 等のミサイル発射テストを実施したということ自体が、初めての取り組みでした。ミサイルを飛ばし続けている北朝鮮に、ハラハラしている日常の中で、周囲を開く明るい話題だったという人も多いようです。このマヤとハグロというマヤ型イージス護衛艦の弾道弾迎撃用のミサイル発射テストには、ステラー、ニオー、ストラー、NIOH、星のニオーというプロジェクト名称がついているそうです。宇宙に輝く星と東大寺などの門で、睨みを利かす仁王が、どうやって結びつくのか、不思議な感じもしますが、テストは成功に終わりました。詳細な内容を紹介しますね。11月16日には1番艦マヤが、アメリカ軍が打ち上げた弾道弾を模したターゲットに、VLS、垂直発射艦に搭載した、SM-3 ミサイルのブロック 2A バージョンを発射し、迎撃を成功させました。翌11月19日、2番艦ハグロが、前日、同様アメリカ軍が打ち上げた弾道弾を模したターゲットに、VLS に搭載した SM-3 ミサイルのブロック 1B バージョンを発射し、迎撃を成功させたということです。今回マヤが発射したブロック 2A、ハグロが発射したブロック 1B 形式の各々の SM-3 ミサイルは、いずれも大気圏外でターゲットを捕捉し、見事に迎撃に成功し、想定された通りの成果を示したそうです。さらに、11月21日、これまでと同様アメリカ軍が打ち上げた弾道弾を模したターゲットを、まず、マヤがレーダーセンサ類を使用して捕捉し、その情報をハグロに連携して、SM-3 ミサイルブロック 2A で対処するシナリオを試したということです。この最後のテストでは、実際にハグロから、SM-3 ミサイルのブロック 2A の発射は行われず、あくまでも発射に至る、工程のシミュレーションが行われましたが、想定通りに、うまく機能したという報告がされたそうです。ラスト試験は、弾道弾の捕捉を行う艦艇と迎撃を行う艦艇とが別という、いわゆる EOR、エンゲージ、オン、リモート、エンゲージオブリモートと呼ばれるものです。個々の艦ごとに目標を探知し、迎撃を行うパターンより、さらに高度なオペレーションが求められることになります。確かにそうですよね。発見した、迎撃ではなく、A 艦が発見した情報を受けた B 艦が迎撃態勢に入るということですから、相当緊密な連携が必要になるはずです。これは当たり前の大前提ですが、地球は丸いので、時間のみのレーダー等で標的を探知する範囲は水平線に遮られて限界が生じることになります。しかし、前述の EOR 機能を使用すれば、飛躍的に迎撃可能範囲が広がることになるのです。EOR では、迎撃ミサイル発射タイミングだけではなく、発射後の標的に命中させるまでの誘導すら、時間以外の優遇戦力にコントロールされますが、SM-3 ミサイルブロック 2A は、この機能を前提に設計されているのです。この SM-3 ミサイルは、短、中距離の射程を持つ敵の弾道弾を艦艇から迎撃することを目的として開発されたのですが、その開発は1999年、平成11年、
まで遡ると言います。そして、実際に、初めての発射テストが行われたのは、7年後の2006年、平成18年、6月です。2006年のテストで使用されたのが、SM-3 ミサイルの最初のバージョンブロックやでした。これは、短距離弾道弾、および、一部の中距離弾道弾までを迎撃対象にしていますが、大陸間弾道弾等の探知と追尾は可能でも、迎撃能力は備えていないのです。したがって、以降のバージョンブロック 1B は、すべての中距離弾道弾まで、迎撃対象を拡大、続くブロック 2A は限定的ですが、大陸間弾道弾にも、対処可能な能力が付与されているということです。SM-3 ミサイルブロック 2A なら、北朝鮮が保有しているミサイルでは準中距離弾道弾とみられるノドンや、中距離弾道弾の火星12号あたりまで、対処は可能と考えられますが、それ以上、大型の弾道弾を迎撃するのは困難でしょう。つまり、北朝鮮がアメリカ本土まで射程距離に収める大陸間弾道弾を完成させ配備したとして、日本周辺からの迎撃は未だに難しいのです。さらに、中国が配備を進めているディフェンダー17のような極超音速兵器を北朝鮮も開発中と推測されていますから、こういった新種のミサイルは、現行の SM-3 で対処できる範囲からは外れているので、新しい迎撃手法が模索されている最中なのです。このように迎撃すべきミサイルが日進月歩で進化している事実をスルーして、現行のミサイル迎撃を主眼に置いたとしても、日本がミサイル防衛用に常時配備しているイージス護衛艦2隻では対処できる数には、限界があります。日本のイージス護衛艦は、1隻あたり、金剛型が90セル、アタゴ型トマヤ型が96セルの VLS を装備しているのですが、これらすべてに SM-3 ミサイルを実装したとしても、合計192発が物理的最大数となります。実際には、他の対艦攻撃用、対潜攻撃用等のミサイルも VLS に搭載するとみられるので、192発より少ない数で敵の飽和攻撃が成功する可能性があるということです。そもそも敵の攻撃ミサイルすべてを迎撃すること自体、非常に困難ということは、改めて言うまでもありませんね。